はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。さあ今日もですね、そしたらみんなのゴルフ VR、初見プレイいきたいと思います。前回が、QH のアウトの、コースやったんで、今日は QH のインのコースですね。10番から18番ホールを続けてプレイするモード、ある程度しっかり回りたい人におすすめっていう、こちらのコースを初見でいきたいと思います。それと、クラブはですね、前回ちょっとこの、ビギナーズクラブ使ったんですけど、今日はもうスタンダードに戻していきたいと思います。で、前回解除できたリコちゃんのこの1の解除の、コスチュームが見れるといいですね、今日ね。はい、それでは行きたいと思います。行ってらっしゃいませ。はい、行ってきます。おお、こんにちは。いいじゃないですか、新しい商品。今日のキャディは私です。はい、ピンクもいいね、リコちゃん。今日はいい天気ですね。そうだね、いいスコアが期待できそうですね。はい、頑張るよ。出発できそうですか？はい、大丈夫。さあ、頑張りましょう。はい、さあ、9番ホールあるんでね、なるべくサクサクいきたいと思います。よっしゃ、で、いい線ホール。このクラブがやっぱり、向かい風、よし、打ち下ろしです。もうとりあえず行きます。風じゃない。右側に。わー、右側に行っちゃうんですよね。どうしてもね。こっち側に行かないと。まあ。もうなるべくすぐに直し。あおー、ウォーターハザード。こうで。風がこっち向きに、よし、ちょっとクラブなるべくちょっと最初は上げ気味に。お、まあいい感じじゃないですか。ちょっとでも、まあもうちょい、お、いい、オン、フェアウェイですね。フェアウェイ、あー、ちょっと右、ほら左にちょっとスライスしながらの、ちょっとこんな感じ、よし、こんな感じ。お、いいんじゃない？もうちょい転がって、ナイスアプローチ。頑張って。ほぼまっすぐですわ。ほぼまっすぐ。つぶりはこんな感じ。ほとんどまっすぐですね。こんな感じ。よし。あ、もうちょっと。おいおい、取るね。はい、なんか大きいですね。いいと思いますよ。ちょっとウォーターハザード入っちゃったんで。よし、こうですね。風もこれは風1メーター。左ドックレックですね。風1メーター。左ドックレック。左に、あ、曲がってるってことだよね。まあ、あそこにまっすぐ、まあ。なるべく左よやからこっちに振りながら。よし、行きます。あれ、空振ってる。あれ、でも青だね。あ、素振り、ごめんなさい。素振りだ。行くぞ。なるべくこっちが。ああ、でもすら曲がるね、どうしてもこう。返しが。ラフですね。ラフ。で、つま先下がりなので、右に出やすいですね。ちょっとクラブ上げて、3番アイアン。左足上がりなので、90%。打ち出しが高くなりますよ。思いっきりいきますか。少し強気で打ちましょう。はい、ありがとうございます。あれ？ここか。もっと下だ。おお。どうしても右に行っちゃうけど、まあ。どう？カップと。残り28。はい、パー3。3打目です。結構な、ちょっと風がこっちか、ちょっとあっち。これぐらい？これぐらい。お、いいんじゃないですか。あ、でもちょっと行き過ぎたね。オンしました。はい、入るとパーですよ。パーセーブしたいですね。ちょっと待って、スライスですね。
スライススライス。しっかり狙っていきましょう。これぐらいか、これぐらい行こう。OK。強さが。こんなもん。こんなもん。よし。あ、ダメや。もうちょっと下。あー、ダメ。ダメダメ。うん、ちょっと。できんだ。頑張って。行こう。あ、もうちょっと下。フックですね。もうちょっと下だ。よっしゃ。インしました。はい。まずまずですね。まあ、ボギーか、また。よし、これは12番ホール。1メーター、風は弱いね、まだね。よし、とりあえず。右ドッグレッグですね。どうしても右に、ま、あの癖出やすいんでね、右に曲がりやすいんで、もうこのまま行きたいと思う。まあ、でもバンカーあるな、あそこ。なるべくやっぱこうやってまっすぐで。行く。お、わあ、でもちょっとまだ右にスライス。バンカー行きそう。バンカー。バンカー来ちゃったよ。うん、で、あ、でももうあと残り70%か。これぐらいで全開でいきますか。8番アイアン。で、ちょっと左下がり、ちょっとこっち、やや右寄り。やや右寄り。よし。おし。あ、でもまたバンカー？あー、強さ。フェアウェイですね。あ、フェアウェイ乗った、一応。一応、お、この間。3打目です。フェアウェイ3打目、これパー4。なんだこれ、パーオンしたいね。これで3打目。しまってよ。これぐらい、これ、あ、これぐらい、今ぐらい。お、あ、今度は左行ったな。よっしゃ、フェアウェイですね。うん、4打目です。4打目、ちょっと難しそう。パターで行く。パターでもちょっとあれやな、アプローチ。あー、またボギーになりそうな感じだぞこれ。よし、なんとかアプローチで行こうか。どっち？いやいや、左で。よし、滑り、もうこれぐらい、これぐらいだね。あ、やんか。あ、なんだそれ、こっちに。頑張って。なんとか、なんとか動き、まあ、ほぼほぼまっすぐ、ほぼほぼまっすぐ。ほぼストレートですね。そうそうそう、ほぼストレート。よっしゃ、来た。あー、ボギー。ボギー。上出来です。はい。ね、ここは13番ホール来たね。パー3です。パー3で向かい風2メーター。打ち下ろしです。打ち下ろし。ちょっと1個クラブ上げて、4番アイアン。2個上げる？よし。2個上げていこうか。よし。これで。あら。ん？あら。もっと下。あれ。アドレスやってるよね。素振りした方がいいですよ。あれ、あっ、ね、やってもった、やってもった。2打目です。なんとかこれ乗したいね。ああ、ま、なるべくまっすぐ行ったけど、どう、転がって転がって転がって、でもダメだね。これでまだ 79%、ね、あ、もうちょっとやっぱクラブ上げておけばよかったです。あー、これか。左に出やすいですね。よし、なるべくまっすぐの強さがちょっと強い。これぐらい、これぐらい、もうちょっと、まあ、これぐらいか。まっすぐ。おし、あ、ちょっと左行った。あー、5.9m、 まあまあいい感じか。あー、パーできなかったね、これ。あー、拾ってる。スライスですね。1個ぐらい下げておきましょうかね。丁寧にいきましょう。1個ぐらいいけるかな、もうちょいいくかな。これぐらいでちょっと、あ、でも 5.9 やからそこまでいくかな。よし、で、強さが、よし、
これぐらい、これぐらい、これぐらい。お、いい感じ。よっしゃっしゃ、なんとか。ナイスイン。ボギー、ボギー続きですわ。はい。よし。14番ホール。14番ホール来た。パー5です。パー5。これもちょっと左に。打ち下ろしです。打ち下ろし。パー5。結構遠いね。なるべく、よし、これはもう。なるべく、こう、左に行かないように。あ、右か。よし。ああ、もっと下。あれ、なかなか。うわあ、全然じゃん。全然だよ。ファー。ダメだ。おっちゃ。オービー。なあ、オービーかよ。もう一回お願いします。こうスタンスをこっち向けよ。カップまでは遠いようです。ああ、何やってんの。フェアウェイですね。やっぱあんまりカメラの位置を動かしたらダメですね。カメラの位置から動いたら。距離はだいぶ残ってます。まだまだ。お。よし。どうしても右にこうスライスしちゃうね。バンカー。よし。270ヤードもあるの。まあまあいいや。これも最大7番アイアンで出すだけ。よし。お、俺もっと下、もっと下。うう、とりあえず出すだけ。フェアウェイ。で、カップまでは遠いようです。遠いね。ね、何倍だ？203ヤード。207ヤード。一番アイアン、一番アイアンでちょっととりあえず。うわぁ、あれね。ちょっと癖が出やすいんで、ちょっと右、ちょっとこっち、こっち側、なるべく、こっち側で左に、右に行ってもいいようにちょっとずらしておきますわ。よし、行こう。よし、行くよ。おぉ、いいじゃない。おぉ、いい、いい、いい感じ。ちょうどちょうど。まあ、もうちょっと、まあ、右行ったけど。セミラフですね。セミラフ。7打目。7打目。来たよ。7打目。よし、行こう。ん？もしと。よし。乗りました。はーい。決めたいですね。これもまた下り。半分ぐらいどこかな。落ち着いていきましょう。上り、上り。強さが、まあ、これぐらい。よっしゃー、はーい、トリプルボギー。こんな時もありますよ。広い。そうですね、こんな時もありますよ。15番ホール、パープ3。パー3です。風は1メーター。打ち上げになっています。で、115ヤード。なかなかだね。で、左に行くことを考えて、まだ癖が出てるんでね、左に行くことを考えて、ちょっと右寄りで、左寄りか、右に行くことを考えて、ね、とりあえずこれで、素振り大丈夫ですか？なるべく、これはで、ちょっと飛びすぎか、今ので、でもまあ、こんな感じ、こんな感じ、よし、ちょっとでも、距離、こんな感じか、結構早いな、よっしゃ、とりあえずこれで、7番アイアン。ああ、空振ってる。おっしゃ。ああ、これがこういうのが右に曲がらないんだよね。まっすぐ行ったときはダメだね。乗りました。はい、ありがとう。バーディーに挑みます。おお、遠い。バーディー遠い。14メーターか。ちょっと遠いですね。うん、遠い遠い。だいぶ遠いよ。狙いを定めてください。右行ったり左行ったり。でも右、あそこだけが左に行って。右はの真ん中、これぐらいかな。はい、手で行きますわ。これね、これはちょっと半分ぐらい。
どっちがいい？まあ、上りやから、まあ、ちょっと半分超えるくらい。これぐらい行こうか。左まっすぐ。あ、あかんか。おい、行って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 。お願い。来た来た。おい。なんとか。なんとかロングカート更新。あー、なんとか。バーディー。ありがとう。16番ホール。16番。パー4になります。パー4。これ何これ？パー4。左ドッグレッグになってます。これもまた左に回りそうやからな。まあまあ、とりあえず。いやこう、こう、こう、そうそうそう。こう、いやいや、これ左。これでいこうか。よし、行くよ。あ！何してんの？うん。これ記録更新？カップまでは遠いようです。ちょっと待って、これが選手。もう一回。よし、これでアドレス。行こう。ああ、空振り。下、ほんと。ああ、なんで？ここ。うん、ああ、ダメだ。全然ダメ。素振りで感覚つかうわあ、なんだダメだ。右回っちゃった。すげえ右回っちゃった。ラフですね。ラフラフ。つま先上がりなので左に出やすいですね。5番ウッド。少し強めが良さそうです。はい。まだ距離ありますね。ああ、なれ。おっしゃ。グッドショット。お、カッパーセントは 100%。音楽もそこまで、まあまあこっちこっちって。フェアウェイですね。うん。4打目です。4打目、素振り 100%。まあでもこれぐらいでいっとこうかな。サンドイッチでなるべく強めに行きますか。で、こっちより行こう。あれ。お、いい感じじゃないですか。どう。お、いい。あ、でも9メーターか残り。よし。あ、ほぼ。離れちゃってますね。狙いを定めてください。これぐらいかな。ちょっと登ってますね。ちょっと登ってるね。これぐらいかね。よし、まっすぐ、まっすぐで。あ、もう行ってる。ああ、素振りのはずが。冷静にほぼまっすぐ、ほぼストレートですね。はい、よし、行こう。強さこれぐらい。よし、行こう。よっしゃ、よっしゃ、入りました。ああ、まだダブルボギーだね、これ。はい。で、17番ホール来たよ。パー4です。パー4、17番ホール。よし、行くよ。まあ、もうなるべくこっちね、こっち側にこう。あー、右だね。木に当たるか。ラフですね。ラフ。つま先下がりなので右に出やすいですね。よし、90%。少し強気で打ちましょう。強気で。7番やんでこう。お、いい感じじゃないですか。グッショット。でもちょっと、まあ全然足りない。あ、乗った。オン、グリーン。ナイス。お、よっしゃ、来た。バーディートライ。あ、バーディートライ。なんとか、ちょっと遠いですね。これぐらいか。よし、行こう。ちょっと待ってますね。ちょっと待って、まっすぐ、はい、まっすぐ。よし、行くんじゃない？あー、でも、あー、なんとか助かった。バーディー来ました。はーい、バーディー。よかったですよ。はーい。さあ、残り18番ホールかな。18番ホール。18番。パー5です。最終ホールです。よし、行くよ。打ち下ろしです。ああ、右だね、これ。ダメだね。
帯ばっかりだね。どこ？帯？帯ですね。帯。ちょっとやっぱちょっと右。打ち直ししてください。右向き。まだ先は長いですね。右向きにしといて。これでいつも通り。ちょっと。わあ、これでほらいい感じ。自分の癖だねこれ。ダメなんだけどね。右側に行かせたら。まだいまいちまっすぐ打ち方がよくわからない、はい、フェアウェイですね。で、つま先下がりなので右に出やすいですね。ちょっと右寄りにしてきますわ。距離はだいぶ残ってます。よし、これでちょっと1番ウッドはちょっとやりすぎだね。この3番ウッド、5番ウッド、3番ウッドでちょっと強めでいこう。おお、これでもまだ右に回る。クラブのヘッドがなんか変な動きしてるからね、これ。ラフですね。おお、だいぶ上がってる。打ち出しが高くなりますよ。で、少し強めが良さそうです。ちょっと強め。ちょっとこれまっすぐ。うん、今度ここも右行くんだよね。お、成功。はい。よし、ほぼまっすぐ、ほぼまっすぐ。ちょっとスライスしそうですね。丁寧に行きましょう。よし、行くよ。よし、いいんじゃない？お願い！いいんじゃない？はい、来た。ナイスカップ。あー、ボギーか。いやー、良くないね、成績は。はい、終わりました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。疲れました。もうこんな時間ですね。それでは今日のラウンド結果です。ひどいね。まあまあ 初コースだから、まあ、記録更新。すごい記録更新ですね。ベストスコアプラス8。ひどいね。また一緒にラウンドしましょう。はい、よろしくね。それでは失礼します。はい、はい、帰ってきました。めぐちゃん帰ってきたよ。散々だったよ。お、コースの T 解禁、リゾート感満載の新しい要素が解禁されました。やったよ、新しいコース。リゾート感満載の海浜コース、海や砂などハザードの広さが特徴。刺激を求めるならこのコースで決まりって感じですね。次はどちらにしますか？新しいコースができたんで。項目を選ぶとレギュレーションを変更できますよ。シーサイド、自然の地形をそのまま生かしたコース、リゾート満喫できる設計となっているです。少し刺激が欲しい人におすすめ。まあ次回はねこのコースやっていきたいと思いますんで、はい、で今日はこれまで、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。みゆきちゃん帰ります。お疲れ様でした。